皆さんこんにちは、コインオタク編集長の伊藤です。この動画では仮想通貨ブロックチェーンの最新の話題を解説をさせていただきます。今日はですね、いつもと違う動画になっております。題しましてですね、投資目視力チャンネルビットモさんへのアンサー動画という形になっております。まだですね、動画を見ていただいてない方はですね、概要欄にも貼っておきますので、ビットモさんのですね、動画を見てみてください。ビットモさんっていうのはですね、YouTuber さんなんですけども、仮想通貨のですね、最新の話だとか、あとはですね、特徴的なのが、情報配信をしているですね、YouTuber さんのですね、価値があるのかないのかっていうのをこう第三者目線でですね、解説をしてくれてるってわけですね。で、この度、コインオタク、編集長の伊藤を取り上げていただいてですね、ダメだというですね、伊藤さんの情報はこれ、なんか参考にしにくいんじゃないかというようなですね、指摘をいただきました。はい、というところで申し訳ございません。なのでその動画にですね、アンサー動画という形でもっと、役に立つですね、手法を お話をさせていただければと思います。詳しくはですね、動画を見ていただいて後にですね、こちら見ていただければわかるようにしますけども、まず何を指摘されたかというと、銘柄分析ですね、仮想通貨の銘柄分析のやり方が、ざっくりしすぎというところで、具体的にどうやってやるのというのが欠けてるんじゃないのというですね、至極真っ当な、ご指摘をいただきました。では一つ、言い訳をさせてください。はい、YouTube という形でですね、公開している動画なので、誰が見るか、どのタイミングで見るかわからないのでですね、具体的な話、例えば、サイトの名前とかね、あげて、じゃあ、コインマーケットキャップで見ましょうっていう風にやった時に、そのコインマーケットキャップがですね、いつまで続いてるのかわからないわけですね。なので、その時も本当に10年経っても20年経ってもですね、投資っていうのはやり方変わりません。これが、仮想通貨であっても、株式であっても、基本的には、開示される情報っていうのは、ちゃんとありますので、その情報を元にですね、分析をするって形なんですけども、確かにですね、初心者に言う話ではないなと。いうふうに思っておりますので、今回はですね、賞味期限が短いかもしれませんけども、具体的な手法をですね、お話をさせていただきます。で、今回ですね、初心者の方を意識させていただきますので、初心者を区分をさせていただきます。一つ目はですね、まずはまだ仮想通貨やってない方ですね。持ってないし、取引所も持ってないしという方。これは本当に、純粋な初心者の方だと思います。で、いつまで初心者なのかっていう定義はもう全然ないわけですね。ないんですけども、伊藤がイメージをしている初心者をこう、脱却するっていうのはどこのタイミングかっていうと、一月に1回以上ですね、仮想通貨を売買しているものが1年間、継続できた方はですね、もうこれは脱初心者という形になると思いますので、取引所を開設して、仮想通貨を持ちました。で、そこから売買始めて1年間の方はまだここは初心者のラインかなというふうに思います。なので、1つ目はまだやってない方で、2つ目はやり始めてまだ1年経ってない方って形ですね。で、1年経ちましたってなったら、もう普通に投資家です。はい。もう甘えがないですね。非常に厳しい投資の市場になっておりますので、そこからですね、もう上級者と一緒にやっていきましょうという形になります。で、この二人に向けてですね、これから始めるよっていう方と、まだ始めて1年未満だよっていう方に向けて、具体的なアドバイスをさせていただければと思います。まずですね、これから始めるよっていう方は、どこの取引所でやるべきなのか、どの仮想通貨を買うべきなのかっていうのがわからないわけですね。で、通常は調べます。調べるときに、Google で調べますね。大体の方が、インターネットの検索エンジンを使って調べると思います。Google じゃなくてもいいんですけど、大体の方は Google だと思います。で、Google で調べる。おすすめの取引所、おすすめの仮想通貨、ね、調べたときに、膨大に情報が出ますね。はい。で、しかもそれが合ってるかどうかわからないと。という形になります。そこで、最近流行ってきたのは何か、最近というかここ数年で流行ってきたのは SNS というものでして、自分で調べた知識をですね、確認をするっていうのが、リアルタイム性を持ってですね、できるわけですね。要は、この、例えば Google で、なんですかね、おすすめサイトが出た時にですね、ビットフライヤーがいいよ、コインチェックがいいよって出た時に、その人が、誰に向けて言ったかわからないし、いつ書いた記事かもあまりわからないわけですね。ボットでこう更新されたりもしますので。なので、自分、ビットフライヤーを口座開設しようと思うんだけど、皆さんどう思いますかっていうのをリアルタイム、その時に、確認できるのが
ツイッターだったりとか、まあ、YouTube のコメント欄だったりとかですね、そういった SNS というものになっています。で、最近当然 SNS は皆さん普通に使うわけですね。で、SNS を使った時にですね、意見が分かれるわけですね。いや、ビットフライヤーはいいよ。ビットフライヤーはおすすめしないよ。なぜならば、みたいな形になった時に、初心者にはですね、情報過多になって分からないと。ね、そんな上級者に向けてのアドバイスは不要ですから、まずこれから始めるんだけどという方に向けて、一番中立で正しく教えてくれるサービスがあります。あります。しかもこれはつい最近リリースされたものになりますので、これから始めるっていう方はですね、結構恵まれてるんじゃないかなというふうに思います。どのサービスを使うべきなのか、それはですね、チャット GPT というサービスがですね、リリースされたんですね。これは OpenAI という形で、まあ、いわゆるビッグデータをもとにですね、こう相談ができるインターネットサービスという形になります。まあ、そうですね、あんまりこうね、日本のサービスじゃないので、とっつきにくいかもしれませんけども、もう皆さんの大好きなですね、イーロン・マスクさんが、創業に関わっているサービスになっておりまして、本当に相談ができますね。まあ、今、スマートフォンでですね、音声認識で、Siri だったりとか、そういったものにこうね、天気は、今日の天気はって聞いたりすると思うんですけども、Siri とかにですね、仮想通貨どれ買ったらいいかなって言っても多分答えてくれないと思うんですが、チャット GPT はですね、答えてくれます。本当に答えてくれます。で、答えてくれますので、結構、何ですかね、中立で、何か人の意思が、介入しない仕組みになっておりますので、何か物事を始める、これは仮想通貨の投資以外でも何でもそうですけども、中立にアドバイスをしてくれるっていうものは、これから、このチャット GPT のようなですね、相談というような、サービスが、有効なんじゃないかなというふうに思います。なので、今伊藤はですね、毎週水曜日、20時からですね、ツイッターで、公開してるんですけども、YouTube ライブやりますよという形でですね、リアルタイムでやってるんですが、ちょっとね、ここしばらく、チャット GPT さんと、競争してみようかなと思います。要は伊藤の意見と、その、ビッグデータの意見、どっちの方をみんな信じてくれるのか、まあ、どっちの方を頼ってくれるのかっていうのをですね、ちょっと挑戦をしてみようかなというふうに思いますので、楽しみにしていてください。これは告知でしたというところです。では、チャット GPT さんだけあれば、他の SNS とかね、YouTuber さんとかインフルエンサーさん何にも聞く必要ないんじゃないかってことになるんですけども、一個だけまだまだ、まあ、デメリットというか課題があります。それは何かというとですね、テストサービスなんですね。まだベータ版という形になっておりまして、そのデータをですね、読み込ませているのが2020年までだそうです。2020年。ということは、例えば今 FTX っていう取引所は倒産したんですけれども、FTX っていう取引所が倒産したっていう事実を認識してないんですね。その AI の方が。なので、少し古い情報になります。で、古い情報になるんですけども、基本的にはビットコインとかイーサリアムとかそういったものも変わっておりませんし、基本的には取引所がどんなサービスを提供してるかとか、どのウォレットをどうやって作るべきなのか、こういうので困ったんだけど誰か教えてくれないかみたいなものは、かなり網羅されてるんですね。網羅されておりますので、初心者の方はですね、使っていただけると、ノイズがないという一番の魅力があります。はい。個人的にはこれがいいよ、いいと思うよっていうのは、非常にノイズなんですね。ノイズなので、中立の情報をもとに、まずはサービスを始めてみていただけるといいかなというふうに思います。なので、おすすめは、最初はですね、チャット GPT さんでしたっていう形になります。では、二つ目ですね、もう1ヶ月ぐらい、1ヶ月ですね、1年いないぐらいですね、今やっていて、ちょっとこう手を広げたくなるんだけど、っていう場合ですね。もともとビットコインとかイーサリアムももうね、買ったり売ったりで半年経ちましたと。そろそろ海外取引所とか、他の銘柄とかを、なんかね、最新なものに手を出してみたいなという方がいらっしゃると思います。で、ここまで来るとですね、実はチャットとか、AI とかだとカバーされません。非常にですね、無難な回答になります。例えば、伊藤もやりましたけども、ソラナ、アバックス、コスモス、ポルカドット、どれがいいですかみたいな質問をするとですね、どれもメリット、デメリット出してくれるんですね。はい。まあ、それはすごくいいんですけども、じゃあ、強いて言えばどれですかとか、あなたが買うのはどれですかは、これ答えてくれないですね。はい。答えてくれません。それはもう自分で判断してくださいという形になりますので、知識は手に入るんですけども、判断はしてくれないっていう形になります。で、この判断の部分をするのは、やっぱり人間がするわけですね。で、人間がする、その集合されているのは SNS という形になりますので、自分はこれ買おうと思うけどみんなどう思うかみたいなところでこうどんどんですね、意見交換をするっていうのが非常に重要になってくると思います。この1年間の中ですね。で、例えばその意見交換で友達がいないよとか周りに仮想通貨やってるって相談できないよっていう方は、まあ、匿名のアカウントって作れますね。ツイッターとかでも本名である必要はありませんし、まあ、YouTube で匿名でコメント欄でですね、インフルエンサーさんに、自分はこう思うんだけどどうなんか意見くれませんかみたいな形で書くのは全然できるわけですね。で、それでどんどん集めてください。で、
聞いて、集めて自分の判断も言って、で向こうの判断も聞いて、あ合うな合わないなってずっとやって、それでこうどん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 広げていくんですね。でこれ1年間やるとですね、まず相場が分かってきます。見えるようになってきます。で、この時に注意しないといけないのが、絶対に買う銘柄はですね、買う資金ですね、資金は、年一番最初に決めといてください。何かこう買う時に資金量を決めるんじゃなくて、今年1年間これぐらい投資しようっていうのを決めていただいて、例えばこれが100万円、今年は仮想通貨に100万円使おうみたいなものが決まっていただいたら、まずそのね1年未満の経験の場合はですね、全部使っちゃダメです。半分に抑えましょう。半分に抑える。で仮想通貨ってそれができるからいいんですよ。例えば仮想通貨を1000円分買いましたってできるんですが、他の金融商品を1000円分買いましたってめちゃくちゃ難しいんですね。あとめんどくさいし手数料で負けるっていうことがありますので、やっぱ仮想通貨の魅力っていうのは少額で、もう全部リアルなものを全部経験できるという形になりますので、1年間はですねどんどん SNS で自分の意見を発信して、発信者に対してですねこう聞きに行く形を取っていたりですね、でそれで知り得て自分がいいなと思ったものを本当に刻んでですね、買ったり売ったり買ったり売ったりするわけです。でこれで1年経ちましたという形になるとですね、かなりいいもう経験もありますし知識もあるという状況になりますので、その状況でですね、何かコミュニティに入ったりとか、リアルタイムで、対面でですね、オフラインで、投資家さんの交流会に行ったりとかですね、そういう形を取っていただけるといいかなと思います。多くの方が失敗するのが、自分で判断ができない、非常に難しい業界ですから、自分で判断ができない、だから誰かに聞く、で誰かに聞いたものをそのまんま鵜呑みにして何かを買う、でそれが資金をキャパオーバーした状態で買う、で1回か2回の失敗で退場するということをずっと繰り返しておりますので、どうしてもですね、YouTube 上で、何かね、ここだけの話ですよみたいな有益な情報って出せないという形なんですね。皆さんがどう聞くかわからないからちょっと危ないし怖いという形になるんですけども、せっかくなのでですね、期間限定で伊藤は次この銘柄買おうと思うよっていうものを最後にご紹介をさせていただきます。それはですね、コインチェックさんのフィナンシェという IEO に参加をしようかなと伊藤は思っております。これも一つの意見として見てみてください。コインチェックですね、まだまだなんすかね、こう口座開設してないよという方はですね、コインチェックは一つ持っててもいいかなというふうに思います。で IEO っていうものを今年2023年はですね、いろんな取引所がいるんですけども、一番最初に仕掛けてくるのがコインチェックさんのフィナンシェというプロジェクトの IEO なんですね。でこれもですね、チャットとかチャット GPT だとですね、情報出てきませんので、こういったものはどんどん他の YouTuber さんとか Twitter とかでですね、皆さんフィナンシェどう思いますかとか、フィナンシェの主体者の人も SNS やってますので、直接どんな活動してるんですかってこうね絡んでってください。でそれで情報を取っていただいて、なるほどこんな感じかというふうに思って、参加したらいいなというふうに思う方は参加するという形を取っていただければなというふうに思います。はい、というところでですね、具体的な動画、具体的な初心者の方がですね、仮想通貨始めるための、手法を解説するアンサー動画という形で撮らせていただきましたけども、参考になりましたでしょうか。やっぱりですね、リアルタイムで、伊藤はですね、リアルタイムで会話をするっていうのをですね、一番得意にしておりますので、興味があるよとか、もっと聞きたいよって方はですね、伊藤がライブ配信を無料でやっておりますので、ぜひ、ツイッターチャンネル登録していただいて、毎週、水曜日20時からやっている、ライブ放送で、直接チャットに書き込んでいただいてですね、皆さんと対話をしたいなというふうに思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はコインオタク編集長の伊藤でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。